新たに感染が判明したのは、未就学児から90代までの男女271人です。70代の女性1人が中等症で、その他は軽症、106人の感染経路が不明です。年代別では40代が51人と最も多く、次いで30代が41人、50代が39人などとなっています。市町村別では高知市が148人、江南市が28人、南国市が25人など23の市町村で感染が確認されています。新たなクラスターは中央東管内の2県です。中学校の室内スポーツの部活動で生徒6人、入所型の高齢者施設で入所者8人の感染が確認されています。県は感染拡大により医療提供体制への負担が日に日に大きくなっている。感染して自宅待機を余儀なくされる医療スタッフも増えているとして、次のように述べました。発熱外来のその体制の確保はなかなか厳しくなりつつあるの、事実かなと思います。午前中にもうその予約がすべて埋まってしまうというような、施設もあると聞いてます。感染者の累計は38,656人となりました。医療機関には92人が入院していて、重症は1人増えて4人、中等症は11人です。四国の感染者数は、愛媛県は504人、香川県は478人、徳島県は507人となっています。